解できない。台湾人の嫌なのが日本人が悪いチャンネル登録お願いします。ファインディング。今日のテーマはお互い理解できないこと。なんで日本人はあんまり漢字は使わないこと。なんでカタカナを使った方がおしゃれな感じ。ソーシャルディスタンス、社交距離じゃん。なんで社交距離書かないの。確かに漢字の方が分かりやすいよね。あれなんでかっこいいし楽なんじゃない。社内だったらかっこよけて英語っぽく使うのは分かるんだけど、例えばインボイスとか国の政策だよ。社交距離、あれは駅に貼られてる看板だよ。おばあちゃんとか年上の人見たら分からない可能性がある、ね、最近話題になってた千フェンゼンってなんだ。マイナンバーカードで身分証でいいじゃんね。それはね僕も分かんない。国際的な日本人以外にも理解される言葉を多めに使おうっていう、これも日本人の思いやりの心みたいな。どうですか。そうかも。次メールの書き方、最初必ず何様お世話になっております。まあ気候が寒くなってきました、いかがお過ごしでしょうか。いろいろ挨拶して去って去って、はい、入るじゃん。早く言えよみたいな気持ちになる。え、今ない。そこまで回りくどくはないけど、いつもお世話になっております、なんとらかかんとかの件っていうふうにはやっぱり書いてるよね。わかります。でもなかったらちょっと失礼な感じする。ああ、それはそうかも。あるよね。あれは難しいよね。なかなか変えれないよね。あとは最後のよろしくお願いします。台湾人のメールすごいフランクでたまにびっくりするくない。ハロー、はい、ハルマ、はい、はい、ジェリー。初めて送ってきたメールだとちょっと挨拶なんだけど、2個目の返事だともうそのまま本題、担当直入、その方が分かりやすいじゃん。分かりやすいし、ぶっちゃけ要件なんでそれだけじゃん。その人と文通したいわけじゃない。それを言うと僕がすごく台湾人の、まあ、ぶっちゃけすごく嫌なのが、パンをゾウセマセマシェイシェイ、あのシェイシェイの短距離感これやっていただけますか、お願いします。じゃあこれやっていただきますかの後にはいもいいえも答える空間がないという、やるの前提でよろしくってシェイシェイって書かれるのがすごく苦しい。え、調子台湾人みんなじゃん。もう先にお礼言われちゃったらやるしかないっていう感じにちょっと取れるぐらいシェイシェイ、あれめちゃくちゃ違和感。僕はね、他の日本人はどう感じてるか分かんないけど、あのシェイシェイは多分拜托の意味になるかな。あ、なるほど。いつもお世話になってます、 ありがとうっていう感じかな。やってくれて当たり前とは思ってない。思ってない。それを言うとさ、日本人のよろしくもさ意味わかんないよ。確かにその呪文じゃん、あれ。単純に確認お願いしますとよろしくお願いしますってなんか具体的じゃなくて最後に付け加える魔法の一言みたいに使われることが多いわけ。礼儀のために、まあ確認事項を全部礼中来した時にも使えるし、確認事項が中に何にも入ってなくても使える便利な言葉ってことだよね、うん、結局私が理解できないことを西方さんも理解はできてないということだね。そうだよ。そうだよね。じゃあ私が勝ちました。つかまきしかないんだけど。あ、なるほど、うん、奥さんこれ焼酎薄くない？確認お願いします確認お願いしますされると、なんかアルコール度数を確認するんですか。確認のために全部飲み干したんだけど次、日本人は個人情報をいつも大事にしてるじゃん。じゃあなんで家の前は西方と書いてあるの。表札。あれも個人情報じゃん。矛盾じゃん。法律的に絶対置かなきゃいけないということでもない。ないないない。でもみんな書いてあるよね。そういうのは台湾は本当に表札ないね。僕とうちの親との対立は、親はアピールしろと、前が金払って食べた家だっていうのと、僕はいや別にそのアピールしたってしょうがないじゃん、それよりはここが西方んちってバレる方が嫌だよ。僕的にはゼリー派なの。まあでも自分の個人情報を表に出すと嘘ないかは自分の決めてもいいけど、他人が他の人の個人情報を得た時にそれを勝手に他の人に話しちゃいけないっていうのは個人情報を守るっていうこと。じゃあこっち派。そっち派でもないけど宅配便とかいっぱい考えて自分が書いた住所1枚目だけ分かるようになってるんですよ。この荷物を見て2枚目3枚目を名前と住所電話番号分からないようにされてる。すごく個人情報を守ってるのに、普通に家を取ると西方と書いてある。夢中なことが理解はできない。分かります。戸建てだったらなんか表札もなんか大事なジョンファンのいい部分なの。そういうことなんでしょう。これは全くこれで理解できない。攻撃されっぱなしじゃん。これマリちゃんが言ってもいいんじゃない。
2対1だ。明らかに悪い時、例えばね、わざとじゃなくてなんかどっかぶつかった、あ、ごめんって言えばいいじゃん。そういうごめんすら言わない、それが本当に理解できない。だって別にさ、言っても何の寸数ない。あのね、それはね、わかる。そう、明らかに悪い時に責めてるわけじゃないけど、どういうこと。あまりにも日本人って自然にさ、ごめんって出てくるのが聞こえないと、なんかすごいモヤモヤして違和感があるわけ。あれなんかさ、挨拶ないの、別になんか受け取れるものもらってませんみたいな感じ、気持ちになっちゃって、今傷ついたんだけどとか、痛かったんだけどとか言うと、なんか、え、何そんな謝ってほしいわけ。だって何なんだもんって言い訳になっちゃうわけ。で、別に言い訳を聞きたいわけじゃなくて、別に悪いじゃ思ってないから、ただあ、ごめんねとか大丈夫とか、それだけが聞きたいだけなのに。めっちゃいい話するね、まりちゃん。なのにそれが聞けないから、ちょっとモヤモヤして。そのまりちゃんのやつはね、その一言で表現すると、台湾人は謝らないよねっていう、それ僕の中で結論ある。じゃあ先ジェリー聞こうかな。ジェリーのその言い訳というか。謝ってますよ。いいや、おぶーちゃん、こういうぶーち。いや、わざとじゃない、ま、これ言うんだ、うちの嫁も言うんだ。ブスグイだ。ブスグイだ、分かってんの。ブスグイでイコール私が意識して悪いことをしたというわけじゃないじゃん。別に責めてるわけじゃない。そう、挨拶としてね。あ、ごめんなさいね、ちょっとあなたを不快心にしてしまった、ポロってごめんなさいできたらもうすって、あ、全然大丈夫。西方さん、あなたたちのお悩み解決します。もう同じ悩みを持ってるわけですよ。出口とかルハオイーズとか、ちょっとでも過ちを認めるようなことを台湾人がやるっていうことは、逆に日本人的にはもう土下座するぐらいハードルが高いんだ。日本人もさ、ごめんなさい言うし、すいませんって言うじゃん。土下座はめちゃくちゃハードルが高いじゃん。例えば僕らがポンダオでヨデントンだし、ほう、土下座はしないじゃん、ごめんって言うじゃん。だからこの違いなんじゃない。じゃあやっぱり日本人のごめんはちょっと口癖が入ってるってこと。そう、口癖、そこにチェーンいいはあんまり入ってないってことか。そうだよ、私たちは。日本人が悪いな。僕はそう思って、悪いじゃないの。悪いじゃない、これは本当文化の違いで。例えば1分2分3分電車が遅延しただけで、申し訳ございませんってアナウンス流れるでしょ。申し訳なくないしかも自然災害とか誰のせいでもないことでも謝るもんね。でも当たり前に申し訳ないって言うじゃん。中国語に翻訳すると、あ、不好意思、全部すぐいいだなのよ。そうそう、その通り。そうなの、賛成。ところが僕らはアナウンスも申し訳ございませんって言われちゃうから、申し訳ございませんって言われたいなって思っちゃうわけ。習慣だから。ブスグーリーダーがついてもいいんだけど、その前にドゥブチーがあったらスッて終わるよね。でもね、放送はね、ブシグーリーダーとしか言ってない日本語で、そこは僕らが翻訳を間違えてるだけなの。ブスグーリーダー、ブスグーリーダーの中に大丈夫もう含まれてる。表現の違いだけ、気持ちは一緒。やっぱ文化の違い、習慣の違いでさ、モヤモヤすることあるわけじゃん。ご飯を食べててもさ、台湾人の食べ方と日本人の食べ方は違うわけじゃん。この目の前の人がご飯粒を碗にちょいちょいちょいって残したまま、ごちそうさま言いやがった。僕からしてみるともう我慢できないわけよ。すごく気持ち悪いわけ。台湾人の教育も最後まで綺麗に食べる教育はあります。なんだけど、台湾人の食べる習慣は最後にご飯の碗でスープを飲むんですよ。そうすると綺麗になるじゃん。日本人と一緒に食事すると、ご飯はご飯、お茶は違うじゃん。スープないと綺麗に食べることがちょっと難しくなること。ところがそんなの関係ないから、僕らにしてみれば、もう一粒一粒最後まで食えっていうのがジャパニーズ。でもそれも別に日本人がよろしくて台湾人がよろしくないかっていうと、そうじゃん、でもない。なぜかというと、とんかつ食べに行った時、付け合わせで出るキャベツ一つ残らず食べるかっていうと食べない。よくわからない国の人に、お前キャベツ全部食えよって言われてるようなもんなのよ、これ台湾人からすると。はい、次、社交辞令。また一緒に会いたくないのに誘うこと。また一緒にご飯食べようねって言わなくてもいいじゃん。言うのに本当は行きたくない。どの女の子に言われたの？台湾人は次の日あまり言わないじゃん。じゃあ気をつけて帰ってねって、またわざわざ時間作って飲みに行こうねって言ってくれるのに、全然行く気ないけど言っちゃうって。営業だからじゃない。シャツウジエンは、あ、これはもう挨拶だなって。ま
頼み行きましょうよはお誘いだと認識してるか挨拶だと認識してるかの違いじゃない。例えば僕だったら頼み行きましょうよって言われたらじゃあ何月何日空いてますけどとか言っちゃう。そこで社交辞令で言ってた人は罰の悪そうな顔するの、うわこいつ本気かよみたいな顔するわけ。その時にまあ判断するね、この人とは仲良くならないなって。でもさ台湾では挨拶下次一起吃饭哦下次约。ここまで念押しされたらジョイツ行くって言っちゃうわ。でも女子の方結構言うかもよ。あ男子と女子の違い、男生如果你真的不想约的话你就会避免去讲到这件事。言わないよね、言われたらね、やめて。そうということでいろいろ話してきましたけれども理解できないこといっぱいありますね。理解できないわ、またいろいろありますよ。次回お会いしましょう、さようなら、バイバイ。チャンネル登録お願いします。